ラジカルビデオジョッキをご覧の皆さん、シンガーソングライター出雲観光大使のランカです。昨年の12月に私のニューアルバム遺書が発売になりました。遺書というとすごく重たいインパクトのあるタイトルなんですけれども、今本当に SNS の誹謗中傷だったり、いじめやパワハラで悩んでいる人たちがたくさんいて、心を病んでしまったり、うつ病になったり、引きこもりになったり、自ら命を絶ってしまう人たちが後を絶たない、そんな現実に心を痛めています。私の最愛の親友も3年前 SNS の誹謗中傷によってこの世を去ってしまいました。一人でも今生きることを悩んでいる人、そんな人たちを救いたいという思いで作った曲たちがこのアルバム遺書に入っております。ぜひ、このメッセージをたくさんの人に届けたいなと思っています。タイトルもテーマも重たいんですけれども、ラテンサルサ調の曲があったり、 R&B やヒップホップ調の曲、アニソン風ボサノバと、本当に楽しい音楽とリズムで、音の方でも楽しんでいただける一枚になっております。ぜひランカのニューアルバム遺書、皆さんぜひ聴いてください。またビジョン前の皆さんとライブやいろんな場面でお会いできることを楽しみにしています。以上、シンガーソングライターのランカでした。